いやこんにちは皆さん、ね、今日は2月の14日ですよ。バレンタインデー、日曜日ね。いかがお過ごしでしょうか。全然口が回っておりません。くしゃみだ。すごい、ここすごいことなの。月ちゃん大丈夫ですか。鼻水量ちょっとね取れない。人の子はあんまり勝手にね YouTube 上げると良くないんで危ないですよ。大丈夫ですか。大丈夫ですか月ちゃん。1歳半。はい、はい、はい、大丈夫。今日はね、昔の友人とカフェに来ておりますよ。お父さんね、はい、頑張ってますね。遠目なら大丈夫だね。遠目なら、そう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 。ちょっとね、地元の喫茶店でお茶をしております。まあバレンタインデーということなんでね、チョコレート食べたいなっていうね、ということでガトーショコラ食べます。こちら、はい、ガトーショコラとコーヒーのケーキセット食べます。いやー大丈夫ですね。うん、自信ありましたけども、皆さんご無事でしょうか。うん、まあ大丈夫だと思います。うん、大丈夫にしましょうね。うん、大丈夫ということで、うん、いただきます。いただきます。いただきます。ベロン、これは絶対美味しいやつだな。あー、もうペロッといっちゃった。ペロッとペロッといっちゃったね。ペロッと、ちょっと早すぎたな。友達と喫茶店でちょっとねおしゃべりしながらケーキ食べたんですけれども、まあお友達はちょっとね子供がたくさんいる家庭でして、ちょっとね早くお家に帰ってちょっと子供たちをなんか迎えに行くという予定があったみたいなので、すっとお別れしまして、でさよならって言っても10分後ぐらいにですね LINE が来まして、子供が帽子を落としたと、そんな連絡が来ました。多分さっきのお店にあるんじゃないかということなので、ちょっと私帽子を探しに向かっております。よし、ちょっと行ってくるか。ありました。よし、ありましたよ。よし、届けに行くか。さあ到着しましたね。シー君が来ました。おーい、持ってきたよ。ありがとう、つきちゃん。ほら届いた帽子渡してたやつ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。コウ君のお友達ですよ。こんにちは。こんにちは。4番目かわいい。こんにちは。3番目こんにちは。こんにちは。また遊びに来ますね。ありがとうね。じゃあまた。助かりました。いえとんでもない。あるとは思わなかった。よかった。バイバイ。おやすみなさい。ありがとうございました。いや大丈夫だ。大丈夫でしたね。よし、いや一件落着でございます。はい、また明日でございますね。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。平山しげるでございました。それではおやすみなさい。